海上市は中華人民共和国両寧省安山市に位置する研究市。海上市は両寧省南部、河下流の東岸、両東半島北部に位置する。統計の122度18から123度08、北緯40度29から41度11、行政区域最長 80km、南北の幅は 44km。年平均気温摂氏10.4度。 降雨量6 9 1 3ト、mm、ル、温帯の季節風清気候。市内からは、旧石器時代の小古山道穴、新石器時代の石器石棚博草遺跡が発見されているなど、早くから人類の活動が行われた地域であった。戦国時代は、円の両東軍となり、信代に沿い重ねされた。前館には、両東軍と元都軍に帰属し、新島さ。 両府下し、安市の三県が設置され、五貫でも11条が置かれた両頭軍に帰属した。精神になると、完成を踏襲して、新し政、安市の2県を設置、高栗が両頭半島を占領した際に、高栗の領土となり、随代までの264年間は、高栗の安市上地となった。668年、党の構想により、安藤と五府が設置され、 再び中原の統治下に置かれた。両代になると、両党道の下に林倉県が設置され、海舟の周知とされ、これが海上圏の前身となる。現代になると林倉県は廃止されたが、秋夜になると三百七十六年には、両党都市騎士の下に、海舟栄が設置された。新代になると六百五十三年に、海上圏と解消され、両用府に帰属した。 1657年には、両洋府が廃止され、法天府に属し新末まで添い重ねされた。両河河口の港町である牛僧は、満州の海の玄関として栄えたが、新末期には、栄光に、港湾機能が移っていった。中華民国が成立すると、海上県は法天省、両新道の管轄とされたが、1929年には、両年省に移管され、 満州国が建国されると、法天省の管轄とされた。1937年、栄光圏を廃止し、両河東岸地域を海上県に編入された。1945年、満州国が崩壊すると、海上県民主政府が設立され、両年省両南行政交渉の管轄とされた。その後の国境内戦の結果、1947年10月には、 人民解放軍が海上県を再占領した。翌年2月に海上県より牛層県が分割されたが、12月に廃止となり、再び海上県に統合されている。1948年11月の中国共産党により、東北地方全区域の占領後、海上県は両党省の管轄とされ、1954年の両党、両政の両省合併後は、 両年少両、南行政事務所の管轄とされた。1959年に安山市に移管されたが、1965年には、再び両南行政事務所に移管されている。文化大革命に際しては1967年3月に、会場県人民委員会は廃止され、会場県革命委員会が創設され、栄光市の管轄とされた。 1973年に再び安山市に移管され、1980年7月に県革命委員会は県人民政府に改名された。1985年1月、研究市に昇格し、現在に至る、六街道弁事所21鎮を管轄する。海上圏の県城から西へ離れた牛宗鎮は、かつては龍河の河口に位置したため、 領大以来満州の海の玄関として栄えており、深大中頃には、その繁栄は頂点に達した。1858年に、清志が結んだ、天津条約で牛荘は、条約港となったが、土砂の堆積で大きな船が入れず、1864年により、川口に近い栄港に新港が建設されて、条約港が移り、以後衰退していった。日本は、 栄光に置いた領事館を牛僧領事館と呼称している。現在、牛僧鎮には寺院、モスク、教会、牛僧の戦いの古戦場などが残り、中国歴史文化名鎮に指定されている。寝台線が南北に貫く。溝海線が西へ、また、ローカル線の海茎線がある。寝台高速道路、広大道路、 大盤道路。豊富なマグネサイトや滑石などの鉱物の主源がある。有名特産ものは、南カリン、東北大米。2003年における、全市の GDP は226億元。地方財政歳入7.4億元であり、その中の80%以上は、民間企業による納税である。西流服装市場、南大箱法市場。 短勤市場などの大規模市場が設置されている、官邸病、白雲産風景区など、ありがとうございます。